幸せになるための引き寄せの法則を学んでいるのに、不安な気持ちを倍増させてしまってるっていう、このスピリチュアルトリックですよ。悪いことなんか起こりません、断言します。下側にギフトが隠れていたりするんです。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使い竜神作家慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥーン、おめでとうございます。今日はあなたにこっそりと教えます、引き寄せの法則の秘密。最後まで見てね。この番組は誰でも開運できる方法をお伝えしております。竜神様のお計らいで人生を上昇させようという番組です。楽しいな、面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。僕の公式 LINE、 そして僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE ご登録お願いいたしますね。はい、ということで今日は秘密を教えますよということでね、引き寄せの法則についてお伝えしたいと思います。まあ、引き寄せの法則というのはね、こっちが頑張って何かを達成していくというよりも、夢現実の方がこっちにやってくるというようなスピリチュアル的な、昔からね言われている方法ではありますね。で、このでも引き寄せの法則っても、いろいろ誤解があるなというふうに感じているんですよ。この間もですね、僕ご相談いただいたんですけれども、慎吾さん、どうしてもね、こうネガティブなことを考えてしまうんですよと、ネガティブなことを思ってしまうんですよと、そうするといいことって起こらないって言うじゃないですか。どうしたらネガティブなことを考えないで済みますかっていうようなね、ご相談をいただいたんです。できっとね、この YouTube を見てらっしゃる方も同じような悩みを持ってらっしゃる方が少なくないんじゃないかなと思うんですね。まあね、ネガティブってやっぱり良くないというか楽しくないですからね。どうしたらそのネガティブをなくせるのかということ、そしてそのネガティブなことを感じてしまったり考えてしまった時に、逆に未来に不安が起こる。引き寄せの法則的に言うと、ネガティブなことを考えるとネガティブなことが起こってしまうから、ネガティブに輪をかけたようにまたさらに不安になってしまうというですね、このネガティブの二重構造みたいので、さらになんかこう気分がめいってしまうようなねことってね、あると思うんですよ。ないです？なんか嫌なこと起こったな、嫌な気分だな、あーでもこんな風に思ってたらいいこと起こんないから、よし、気分を変えて楽しくならなくちゃダメなんだみたいなね、そういう感じのことってないですか？僕はこのスピリチュアルを学び始めた頃ね、結構ありましたよ。ネガティブを否定するということね。でね、もう結論言っちゃうんですけど、ネガティブは否定しなくていいんです。ネガティブを考えていいんです、感じていいんです。だからといって悪いことなんか起こりません、断言します。ネガティブなことを考えても悪いことは起こらない何を起こってるんだっていうことかもしれないけど、でもそのこう強く言ってあげないとね、なんかこうみんなの心に刺さんないかなと思ってね。それぐらいなんかずっと言われ続けてる、このネガティブなことを考えるとネガティブなことが起こっちゃうんじゃないか説ね、あるでしょ。本当にね、なくしてほしいなと思いますね。で、なんで慎吾がそういうふうに言うかっていうとね、ネガティブにならない人なんていないんですよ、この世界に。僕もいろんな人見てきましたけれども、ネガティブにならない人なんて一人もいませんでした。もちろんネガティブじゃないふりをしてる人はたくさんいました。でもネガティブにならない人なんて一人も見たことがありません。というか、ネガティブだから人間っていうのは生きられるんですよね。これもよく言います。エゴという機能があります。人間にはエゴという機能、安心安全現状維持をするための機能です。で、エゴがあるから私たちは恐れを感じます。恐れを感じるから安全を手に入れることができるんです。例えば信号機、赤がつきました。赤がついたら車が走ってくるから、ここで待ってなきゃいけない、止まっていなきゃいけない、もし歩き出したら死んでしまうよという恐れがあるから私たちは生きていけるわけですよね。腐ったものを食べる、お腹を痛めて救急車で病院に行かなきゃいけない、だから腐ったものを食べちゃいけないんだという恐れがあるから生きていけるわけですよね。そうでしょ。すんごい強そうな人がいる、この人に喧嘩を吹っかけたら負ける、ボコボコにされる、死んじゃうからやめるっていうね、これ全部エゴの働きなんです。だけど、エゴというのはちょっと
激しく働きすぎちゃうから、なんか全然不安でも怖いものでもないものなのに怖いって思ったり不安って思ったりして行動にブレーキをかけてしまう。そして自分が行動しないように行動しないように変化しないように変化しないようにってするから不幸になってしまうっていうね、そういう働きもあるんです。でもエゴというのは必ず人間に誰しもあるんです。エゴから脱却した、まあ、覚醒者ですとか悟ってますとかっていう人中にはいますけど、でもその人だって赤信号は止まるんですよ。悟ってるけど恐怖はあるの。だからエゴがゼロになってる人っていうのはいないんですね。そういう意味で言うとネガティブということは悪いことではないんですよね。でネガティブを感じないようにしようってするとね、さっきも言った通りネガティブなことを感じてしまったらまた未来に悪いことが起こっちゃうんじゃないかって不安がこう二重でやってくるじゃないですか。引き寄せの法則を学んでいるのに不安ネガティブを二重にしちゃっている、ね、幸せになるための引き寄せの法則を学んでいるのに不安な気持ちを倍増させてしまってるっていう、このスピリチュアルトリックですよ。危ない危ない、これを見抜いていかなきゃいけないですね。2個不安寄せちゃってるからね、気をつけてくださいね。だからね、ネガティブな自分でもダメな自分でも不安な自分でも怖がりな自分でも大丈夫だよって自分をハグしてあげること、ね、許してあげることです。私は私を許しますっていう風にして許してあげるの。そうするとネガティブな気持ちも落ち着くんですよ。ネガティブな気持ちっていうのはね、エゴっていうのはまあちっちゃい癇癪持ちの子供みたいな感じなんですよね。だから怖い怖い怖い、やだ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 みたいな感じですよ。やだ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 ってね、そういうこういうエネルギーをよしよし大丈夫だよ安心してねっていう風になだめてあげて自分を許してあげると、このやだやだやだがすごくスーッと落ち着いて心の中がふわーっとしてきて、ハートが開いてきて、そして神様や龍神様ともつながりやすくなってくる。そうするとハッピーになってくるのね。でそのハッピーになってくるとハッピーな出来事が起こるわけですよ。わかりますか？ネガティブを否定するんじゃないの、ネガティブを愛する。ネガティブを否定するんじゃない、ネガティブを愛する。ね、大事なことだから2回言いましたけど、ネガティブを愛してあげてくださいね。ネガティブなものもあなたの一部ですから、あなたを愛するということはあなたのポジティブな部分もネガティブな部分も愛してあげるということなんです。そしてこのネガティブな部分の下に、下側にギフトが隠れていたりするんです。あなたが一番嫌いなあなたの部分の下にあなたの才能が眠ってたりする。あなたが認めたくない、私はこんな自分、こんな自分は嫌だと思っているその下に才能が眠ってるかもしれないんですね。はい、ぜひ参考にしてみてください。いつも励みになってます。ありがとうございます。見ていただいたあなた愛してるよ。せーの、龍金龍城爆上、またねー。